少ないかもしれないですね。うん、えー、ベッキーの YouTube 登録者が1万人でした。弘くさんがブレになったらどうやって登録者を増やしますか？ぐかやばいですよね。え、ヌグ？水着とこじゃないですか？<laughs> 無理無理無理。いやあのまあそのな見たいかどうかは別にしてあの結局、えー、YouTube のが <laughs> あ,のあるかどうかっていうことも知られてないのが問題だと思うんですよ。 いやベッキーは知ってますと。でもベッキーの YouTube を知らない人が多いわけじゃないですか。そすだからベッキーが水着になるっていうだけで、多分スポーツ新聞がその記事にしてくれるので、そうするとヤフコメとかで絶対盛り上がると思うんですよね。なので結果として見に来る人が増えるっていう。おっぱいちっちゃいのに いやだから水着ででいいんですよだから水出さなくていいですけどだから要は水着を出します的な風でもよくてなのでそのスポーツ新聞だったり人の,その口コミだったりとか話題に乗せるためのネタをどう提供するかっていうところで頑張った方がいいんじゃないかなと。でもこれで私がまんまとね水着の動画を上げて、うん、あのちょっとバズってこの配信見た人はあ ベッキー本当に登録者を増やしたくてひろゆきの言った通りにしたよってなるでしょ恥ずかしい,いやから。じゃあそれはまだましで本当にやばいのは水着の動画を上げても再生数が200とかで終わった場合です。うん、あ私そうなりそうだからマジで私の YouTube 誰も見てないからもういい <laughs> いいいいいい,い,いちょ水着はやめとく。